皆さんこんにちは、 MSTV ニュースです。まずは四輪から。トヨタは5代目新型スープラを5月17日より全国のトヨタ車両販売店を通じて発売。また最上位グレードとなる3リットルエンジンの RZ に特別色マットストームグレーメタリックは本年度24台の限定となり、商談申し込みは5月17日の13時から6月14日までの1ヶ月間となっております。続いて二輪のお知らせです。株式会社川崎モータースジャパンは、川崎最先端の電子制御サスペンションが最長30日間体感できる忍者 ZX10R SE モニターキャンペーンを開始。対象モデルは2019年モデルの忍者 ZX10R SE となっております。モニター応募期間、第1期受付、2019年の6月1日土曜日から2019年6月20日の木曜日までです。さらに当選者様にはモニター期間中のツーリングにご使用いただける JTB 旅行券2万円分をプレゼントいたします。ご興味のある方は川崎プラザキャンペーンサイトにてご確認ください。続いてドゥカティ2019バニガーレ V4R 発売日のお知らせです。バニガーレ V4R を2019年6月29日土曜日に全国のドゥカティジャパンネットワーク店にて発売を開始することを発表いたしました。メーカー希望小売価格は455万円で発売予定です。続いてモータースポーツです。千葉県にある袖ヶ浦フォレストレースウェイにて二輪四輪の耐久レースが6月22日23日に行われます。袖ヶ浦フォレストレースウェイ丸太第16戦二輪4時間耐久レースは6月22日土曜日、四輪4時間耐久レースは6月23日日曜日に開催となっております。以上 MSTV ニュースでした。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、もうちょっとそっち出てもらっていいですか。はい、はい、くるみちゃん、はい、チャレンジ女子アナ3期生、はい、くるみちゃんです。はい、こっちがはじめまして、くるみです。そうですね、はい、こうやって喋るのは初めてですけど。そうですね、もうすでにイベントでは、うん、はい、イベントの方には参加させていただいてます。テイストオブつくば、はい、参加して、それはね、コスチューム着てましたからね。それはもうレースクイーンへのチャレンジということですが、はい、今回このしゃべりをねしてもらってどうでしたか。2つやってもらいましたけどね。喋ってる途中にだんだんもう額がテカテカしてるんじゃないかってすごい自分汗が冷や汗が緊張感ね。もうレースクイーンの衣装着て、はい、立ってる時とどっちが緊張するの。断然こっちです。断然こっちです。それじゃまるで簡単みたいじゃないですか。いや簡単みたい、そういうわけじゃないんですけども、なんか、うん、そのまあなんかもう緊張感ですよね。緊張感ね。やっぱいいでしょ。よくないですか。なんかすごい、うん、いい気分だけどな、はい、いいです。いや、無理はしてんだよね。なんかもうアナウンサーになった気分です。でしょ、はい、アナウンサーだからね、一応ね、今ね、はい、はい、まあこうやりながらね、いろんなこう育っていく姿をねみんなに応援してもらえたらいいなと思っているんですが、はい、今回は、ニュース原稿読み、はい、をやりましたよね、はい、ちょっとねもう少しくるみちゃんのことが分かるような自己紹介をしたいなと思ってるんですが、
2242の免許はない、持ってない。はい、もうあれオートマだけです。オートマだけです。オートマだよね、はい、これしょっちゅう乗ってるよね。もうしょっちゅう乗らせてもらってます。ねえ、車は大好きなんだね。車は大好きですね、はい、二輪は、二輪はちょっと怖いのがあって、うんうん、やっぱあの親がやってるんですけど、親がやってる、親がやってるんですけど、何をやってるんだ何やってるんですか親は。親、父の方がですね、あの二輪の方に乗ってまして、まあ、筑波のサーキットとかにも出てたりするんですけど、まあ、やっぱり、ね、怪我とか、うん、多いですね。周りの方でもやっぱり多いんで親が怪我して帰ってくるのを目の当たりにしてる娘なんだ。はい、ちゃんとも う, もう入院してる時もちゃんと行ったりとかして、うん、入院しちゃう、もう全部入院しちゃったりする。もう全部コルセット。本当だ困ったね。もうトイレもおむつっていうそれぐらいもう。え、それが、はい、何回か経験してるんだ、それを、そんな状態を。あ、でもそれは大きいのが1回だけで、うん、あとはなんかちょっとちょこちょこやっちゃったみたいな。あのギブス巻いてきたりとか包帯ぐるぐるになってきたりとか、もうずっともう毎日もう整体通いとか病院通いとか。なるほどね、はい、それを見てるとちょっとって思う。ちょっと、まあでも結構私好きなので乗り物が、うんうん、すごいやりたいなとは思うんですけど、やっぱりあの先輩の小鳥ちゃんとかすごいあの、ね、4輪とか2輪とかチャレンジしてるじゃないですか、うん、ああいう姿見るとやっぱりちょっといいな、羨ましいなって思います。なるほどね。小鳥ちゃんの小鳥ちゃんのお父さんはあの包帯だらけになって帰ってこない。それはないですかね。そこはね、確かに。でも自分のお父さんが病院入っちゃったり、でも心配っていうか、どういう接し方なの、その病院でこんなになっちゃって、ちょっとお母さんたちと行くの。やっぱりお母さんとか、そのまあバイクで、あの結構仲いいんで、ちっちゃい頃から結構お世話になってる方とかが多くて、の方たちと一緒に行ったり。一緒に行って、なんて声かけるの、お父さんにね、もうクターってしてる。いや、もうそれはもう年老いたねとか、もう何してるんだ、そう、何してるんだと、そう。そんな感じ。もうすごい、もう病弱なような感じなんですよ、もうやっぱ事故に遭った後は。あ、じゃあさ、あなたは元気なんだ。元気なんですけども。その、ちょっと弱っとした、時を逆にちょっとお尻を叩いてあげる感じで、はい、厳しいね、厳しいね。そうなんだ、そうなんだ、はい、まあ、そうか、照れ隠しもあるんですけど、うん、あ、なるほどね、はい、本当は大丈夫って言ってあげたいんだけど。そうですね、何やってんのみたいな、もうそういう感じで、そうか、はい、接してます。お父さん病院では。そう、まあね、そんなくるみちゃんですが、はい、これからもね、ちょっといろんなものにチャレンジはしていただきたいなと思っております、はい。今回ねちょっと初登場だったんで、ちょっといくつか聞きましたが、はい、ニュースの方をちょっと読み解いてみると、はい、ガサガサっとしてるね。まずね、スープラ知ってますか、はい、スープラ名前知ってる。知らないです。もうなんかスープラってもう、スープラね、あれですよ、私が車の免許を取った時にはなんて言うんだろうな、まあ、スープラ私の時にはこれね、今5代目っていう表現したかな。最初ね、セリカ WX っていう形なんだよね、前線がね。そこから5代目っていう話なんですけど、最も乗りたい、まあ外車なんか夢のまた夢だからね、はい、まあ国産でもやっぱりセリカとかね、WX なんていうのが乗りたい。国産なんですね。国産です。あ、ただ今回ね、BMW と提携して車両を作ってるんで、制作は今 BMW でもやってるような形になるんで、ただそのトヨタブランドとして BMW の Z4 と同じプラットフォームで、はい、まあ、売るというね、ちょっと今なりのやり方やってるんですけど、でも元を正せばトヨタのセリカ、そしてスープラと移り変わったっていうやつがですね、新たにこれ何年目、17年ぶり、2002年にスープラ終了したんですよね。でもその時でさえスープラ人気だったんだけど、あれからさらに17年経つんだねっていう、ね、でもすごいやっぱこの色ってやっぱ見ない色ですね。普通のグレーとも全然違うし、やっぱ黒に近い、ね、うん、ちょっとおしゃれな感じの、そうね、マットスムースマットストームグレーでタイプね、はい、これ限定色でなんと本年度24台だけ。これはもう予約っていう感じ、抽選とかになるんですか、ね、抽選だって、抽選がこのあとまだこれからですよ、5月17日から申し込みだけが期間1ヶ月間ですから、そこで1ヶ月間、はい、抽選申し込みをして抽選に当たったら
商談ができる、買うかどうかの商談ができるっていう抽選というですね、なかなかもったいぶってるよね。でもたった24台だからね、確かに。まあ欲しい、それはもう欲しいですね。もう買えないんですけど欲しいです、もう、はい。どうなんだろうね、ここに食い込むか。もうこう言われると欲しくなるっていうかね、こう言われると申し込みたくなるんでね。で申し込んでも別に商談だから、商談に失敗してしまえば買わないんだけど、はい。まあ、でも申し込む分には誰にでも、うん、誰でも申し込めるので、ね、申し込んじゃえばいいじゃん。だからいいですかね、申し込んでおいて。なんかここら辺になんかテロップでなんかぜひなんか寄付なんかちょっとね、あの募集ちょっと金額を、もしくは自分で申し込んでおいて、はい、当たったらお父さん当たったよみたいな。そう、2でもたった24台ですからね。そうそう、ちょっと頑張れば頑張ればお父さんにローンはたいて。でも、はい、でもね、ローンはたく、でもね、いいね、新しいスープラがね出ましたっていうニュースがあったということですよね、はい。そして、次に川崎の NINJA ZX10R SE、 これ電子制御サスペンションっていう、これちょっと難しいんですけどね、今時ね、はい、今時サスペンションが、走るコンディションとか、はい、走る自分のね、スピード感に合わせてサスペンションを調整する。4輪では結構あるんだけど、2輪だとね、今こういうのがやっとつき始めたっていう車両が川崎の ZX10R にくっついたのが SE っていうんだけど、はい、これがね、私も前にねこの放送で説明したんですけど、乗らないと分かりにくい、一体何をやるのか。なるほど、聞いただけじゃ。そう、でも乗ってもなかなかそれをね、はい、体感していくのは難しいから、はい、30日間も貸すん。これって、なんか一旦所有しちゃった感ない？ちょっとでも考えてますよね。あるよね、だってツーリングとか行っていいんでしょこれ。はい、もう全然もうモニター期間中 JTB 旅行券2万円2万円分もこの2万円が欲しい。この2万円が欲しいよ。で2万円なんて旅行券で2万円って結構お高いですよね。そうだね、これね面白いね。川崎、まあ、プラザ店っていうところで今こういうことをね一生懸命やって、まあなるべくね乗ってもらいましょう、うん。30日って言ったらね、もう結構全然かっこいいですし、もう北海道とか行けちゃうよ。もう日本一周できちゃうんじゃないかと。日本一周できないですかね。いいね、日本一周30日か、はい、千葉東京とかはもう、うん、行けますよ。1日で回ってもらって、はい、そんなことをね頑張ってるんですが、モニター応募期間はまだもんね、6月1日から20日までと、その後6月21日から8月頃まで。3回分あるんですね。やってますもんね。まだ大丈夫だ。10月もはまだ大丈夫。じゃあすごいありますね、モニター期間が。ぜひねこの JTB の2万円を狙ってはい。でもぜひ30、なんかね俺30日 ZX10R 乗ったらなんか結構満足感あるんだけど。そうですよね、うん、でもなんか逆にそれで走り慣れちゃったらちょっと手放せない感も出てきちゃいますよね、うん、どうだろうな。まあまあ今時ね、はい、今時レンタル、シェアとかレンタルとかね、はい、所有しないでも結構満足のいくその車とバイクの生活感ってあるけど、こういうのをどんどんやりながら、はい、なんかねいいオートバイをね乗ってくるのもいいかなと。ただ、うん、ただパタンって言ったら結構お買い上げだと思う。そのことに関してはちょっとまだ、いやもう今時普通でしょ。そうそう、パタンって言ったら、まあ、お買い上げっていうよりは直さなきゃいけないからね。そりゃパタって言って結構、そうですね、30日間だと30日間結構長いんでね。そうですね、ある可能性は高いですよね、うん、でもね電子制御サスペンションはね、はい、ぜひね今時のねどういうコントロールしてるかって、まあ結局は普段柔らかく乗れて、はい、飛ばせばしっかりするっていうことを一生懸命電気的制御でやるんですけど、うん、まあ普段が柔らかめに乗れるスーパースポーツっていうのが、まあ、特徴かなっていうのでね。私結構誰にでも、そうですね、誰にでも、でも足が届けば誰にでもおすすめという形になりますね、はいはい。もう一件二輪のニュースで、どれだ、あらこれか、あ、下でした、ドカティ、はい、ドカティパニガーレ V4R はですね、1000cc の枠に収めた、はい、レースバージョンということになります。収めた、ね、レギュレーションで、はい、まあ、1000cc 以内のものであるスーパーバイクに、はい、あの V4、ね、4シリンダーで 1000cc なんで、はい、前は、まあ、でも1290
うんぬんっていうのも結局は枠を超えてたんでレースバージョンではなかったんですが、レースに使えるバージョンのマシンがやっと6月29日にまあ販売、それ455万か、結構いい値段だよね。まあでもね、世界スーパーバイクで戦えるようなマシンだからね、え、まあ、それがちょっと発表になったっていうのがもうすでにニュースで来ましたのでお知らせしておきます。はい、買ってください、ぜひ。いや、それだったら最初のちょっと新しい色の、うん、あでもどうなんですかね、これね、 ZX-10R を30日間借りるのとパニガール V4R を455万でさらりと買うか、今時そういう選択肢があるっていうだけでも、うん、あれですよ、日本のモータースポーツはかなり進んでますよ。そうですね、だんだん、はい、いろんな乗り方があるからね、うん、はい、人のを借りる、購入だけではなく、購入だけではなくね、こういうモニターキャンペーンもしてやってるっていうね、はい、最後のニュース、はい、最後のニュースはですね、袖ヶ浦マルタイ、はい、聞いたことありますか。袖ヶ浦はよく聞きます。あ、そう、なんでお父さん言ってる。いや、なんか会話でちょっと袖ヶ浦っていうのを聞くだけで、はい、聞くだけで、はい、うちのチャレンジ女子アナやってればうちの中では、はい、あの袖ヶ浦フォレストレースウェイっていうのは千葉県にあるサーキットなんですけど、そこで、またね、はい、今度あるわけですよ、うちの耐久レースが。あ、うちの、そうなんですか。まあ、ウィズミが開催してる耐久レースがあるんでね、まあ、そのお知らせなんですけど、4時間という、うん、毎回4時間、うん、あ、でも最初は3時間待機だったんだ。あ、じゃあ1時間長くなったんですね。長くなった、4時間になったんですけど、今ね、第16戦目、はい、年間2回やって第16戦目だから8年間、うん、8年もやってんだね、もうね。いや、歴史ですよ、これは。はい、いいこと言うね。はい、リズミーは歴史です、これは。はい、8年の、はい、なんか、選手もすごいですね。確かにね、選手も最初から出てる人もいるしね。あ、本当ですか。はい、まず、お忍びで来てくれるっていうのもまたいいですよね。うん、お前、くるみちゃんお忍びで来ないの。なんか昔もしかしたら行ったことあるかも。っていうフリーなんですけども。本当に小さい時に。小さい時、でも結構いろんなところ行ってたんで、連れて行ってもらったんで。分かんないんだろうな。ちょっとちっちゃい頃だから、筑波は覚えがあるんですけど、他の会場がちょっと。8年前だったらまだこんなぐらい。もうちょっと身長はある。でもいろんなサーキット行ってる中で、袖ヶ浦ね、はい、ここはですね、もうエントリーは結構、どう、うちのスタッフもう2人も4人もなんかそっちにエントリーのことを今準備してる人いませんか。いませんか。2人のエントリー満タンですか。いや、今もうちょい、そうですね、30チーム近く。おー、でも30チーム、でもね、まだ出られるかな。このニュースを見て俺も出てみたいって言ったらまだ出てる。シングルアテンプが募集。シングルアテンプ、耐久レースでも、はい、1人で出てきてもらっても構わない。なるほど。で、うん、来た中で、みんながそれぞれチームを組んでしまうっていう、当日チームを組んでしまうっていうのもあるんでね。なるほど。うちの会社の中でそういう企画をやっていて、うん、例えば MSTB チームとかね。じゃあこっそり私が一人で、うん、まあ、ドッキリで行ったとしても、うん、まあ、誰か一人とか、まあ、少人数の方とか、一人の人が結構いるのよ。あ、もういる。それをまとめてチームにして、はい、ただなぜかそれができるかっていうと、1台のマシンで走らない、自分のマシンで必ず走るから。あ、いいですね。ただ時間は割ってあげて、うん、4時間のうちの、30分と30分、この時間俺が走るからって言えば、そのみんなで組めるっていうやり方をしてるんでね。ぜひね、あのシングルアテンドっていう一人アテンドでもね、来てほしいなって。今なんか向こうの方でなんか小鳥ちゃんが向こうの方で小鳥ちゃんがなんか私も走れんのって、あのぜひじゃあ一人で来られる方は、もしかしたらね、小鳥ちゃん、はい、小鳥ちゃん、ここに絵が出てくる。テントっていくらですか。いくら。4人か5人かで変わると。あ、4人5人って出てます。あ、何人で出るかによってシングルテントいくら変わるんですね、値段も。テントすると2万円くらい。公開に手が生えたぐらいですね。そこにちょっとちょって、まあ、そう、総公開の時間よりもうちょい走れるかもな。まあ、でも結構その走行会は結構短い時間ですけど、うん、耐久レースやっぱり結構長めに走れるから。そうね。で、まあ、走り始めたら、まあ、一挙にずっとみんなで交代しながらだから、確かに休みは交代した時だけなんでね、
サーキットのチェッカーは4時間まで振られないっていう形なので、はい、まあ、そういうふうにね走行会と思いながらチェッカーまでみんなで一緒に走ろうっていうことができるっていうのがマルタイの特徴、これはねその8年前9年前ぐらいに考えてやり始めて、もうちょっと手軽にね、みんなその走行会を走ってる人たちが出られるようなレース形式っていうのをちょっと考えたんでね。いいですね、4時間ぜひ走り終わった後にそのチームの方とみんなでね乾杯ビールとかしてもらってね。もう分かってるね、やっぱりさすがにお父さんが好きだな、はい、モータースポーツの楽しみ方めちゃ分かってるね、はい、そう一人、ま、そうチームなんでね、みんなでやっぱバイク友達もこういう深めてもらいたいです。本当にね、はい、表彰式もめっちゃ盛り上がりました、ね、あ本当ですか、はい、6月22日土曜日が2輪、6月23日、はい、日曜日が4輪の耐久で、まあ、両日とも一応の一般観戦、まあ、見に来る、見に来たい人は見に来るっていうのでね、はい、一応モーターステーションとしてね我々も行っているので、ぜひね現場にね、はい、遊びに来てほしいなっていうのもありますよね。そうですね、小さいお子様もぜひ。あ、大丈夫です。私も行ってた側なんで。入場料、ね、はい、いくらでしたっけ？1500円。入場料1500円。1500円。うん、子供はもうちょっと安、3歳以下は無料とかに勝手に行っちゃってるっていうまあ普通にあの駐車場まで来て聞いてもらえればね、はい、普通に入れるんで、はい、まあ1日、なんかいろんなことやってますよパドックで。そうですね、イベントが、うん、でもね今年ね、今年というか今回ね、著名人というか、はい、まあ、我々にとっては参加者全員が著名人なんだけど、タレントさんみたいな人がちょっといないんだよね。あ、本当はいるんですか。結構いつもね、何かしら呼んでるんだけど、今回ガチでみんな普通に走ってるかな、うん、そうなんですか。タレント、うちの中でタレントと呼べるのはね、神永行か小鳥ちゃんか、あー小鳥ちゃん丸山ひらしぐらい丸山さんくるみちゃんは、ぜひ来年にはもうタレントと言われるようになって。くるみちゃん予定入ってないんだっけ。6月22、23、ちょっとね、すけ手帳と相談してみますねちょっと手帳と相談してみたいと思います、はい、そんな感じでですね、はい、のんびりね、ちょっと初くるみちゃんとの対話でね、はい、のんびり喋ってしまいましたけど、もう25分ぐらい経っちゃいましたね、はい、早々となってしまいましたね。そうですね、はい、初登場、はい、くるみちゃんの MSTV ニュースでしたが、はい、楽しんでやってもらいましたでしょうか。はい、もう結構時間過ぎるのがあっという間。あっという間ですね、はいはい、でも原稿読みがねしっかりしていかないといけないですよね。はい、もうちょっともう本当勉強あるのみ経験あるのみだと思っております。はい、はいはい、ということでね、皆さんぜひくるみちゃん応援して、はい、ぜひいただければと思います。よろしくお願いします。思います。それではこの辺で、はい、おやすみなさい、おやすみなさい。